じゃあもうさ、裏側聞いてほしくない、あれ裏話裏側、あのさ、まあ、最初のスタートあの歌ってて、歌ってたね、音入ってないっていう、入ってないっていう、ジヘさんがね、結構な顔してね、あの音入ってないですよやべえっつって言って、まああれはね、設定だったわ。あ、設定ちょっとミスで、他のとこから撮っちゃってて、音が無音になってて、うんうんうん、本当はミキサーから撮らんといかんかったんだけどね、それミスで10分、6分半ぐらいずっとミス。あ、まあそのくらいならね。でも気づいてよかったよね。あれ、ジヘさんがこうやって試しで聞いてくれてたからさ、うんうんうん、YouTube 携帯で流して気づいたんだよね。うん、あれやばかったよ。やばかったね。あのままやってたら本当やばかったよ。よかったよかった。うん、ドキドキ。まだね、ゲスト呼ぶ前でね。ね。うん、よかったよかった。よかったよね。俺らだったらまあね、別に、うん、まあ流れてても切れててもろくなこと喋ってないからさ。うん、そうそう、うん。しかもね。あの最初の、休憩まで11時ぐらいまで、うん、10時ぐらいまで、うん、画質が最低画質で上がってるっていうね。本当。うん。てか音もちょっとさ、割れ気味だったよね。そうそう。でマイクずらしてくれて、ジヘさん、まだ良かったけど、うん、最初の頃ガンガン割れてたよ見たら、うん、もう画質もね最低画質。うん、あ、そうなんだ。ベータの画像より悪いんじゃねえかってこの、はいはい、この時代、うん、じゃあだいたい YouTube 言っとこうぜ、あれあんな画質用意しとくなよっていうさ、いらんって言うよね。いらんちゅうじゃん、そんな全部 720p ぐらいにしとけやってさ240p なんていらんよね、すげえ、うん、その11時にヨガが終わって、俺が10分前に設定しに行ったじゃん、ハングアウトの。ああ、そこで俺気づくわけ、うん、10分前の、うん、ジヘイさんが動画解放群のページで、うん、音なしでずっと流して誘導してくれてたじゃん、うん、それにウェブカメラを使ってることに気づくわけ、うんうん、やべえパソコンねえなってね、言っとったね。そう、うん、パソコンねえって慌ててちょっと考えて、あ、そうだ、ゆかりさんに、石田ゆかりさんに行かれた Mac あるわっつって、マックでハングアウトを11時からやったじゃん、試みて。そうだけど、 うまいこと繋がらんかったんだよね。誰も来なかったよね、招待しても、うん、それであれと思ってたら、あれよあれよで30分ぐらい経っちゃって、そう、それで皆さん入れんかっただって、うんうんうん、それなんでか分かんないんだけど、うん、まああれよあれよで、うんうん、それで俺30分ぐらいに気づくわけ、このパソコン稲ちゃんライブ持ってくやつじゃんって。そうそうそう、やべえやべえってなって、もう35分で切ったんだよね、うん、それで稲ちゃんがパソコン持って行くんだけど、そこで30分ぐらい空いちゃうじゃん、生が止まるじゃん。まあそれはしょうがないと、うん、もう止まっちゃうのはそこは止めとこうと思って、うん、最悪12時からこっちで生できるようにセッティングするわけ、うんうん、僕は。その間稲ちゃんはパソコン持って、うん向かってましたよね、佐川急便のように花子屋さんにね、花子屋さんに向かって、はいはいはい、到着したのがどのぐらいでした？あれがね、もう12時10分ないぐらい、放送10分前ぐらいに着いて、うんうんうん、でそっからセッティングするわけだよセッティングするもわたわたなっちゃってあーもうあかんこれと思って予備で一応カメラをね預かってて、そうそう、もうちょっとこれダメだ、これ以上やっとったら放送事故になるということで、はいはいはい、もう録画に切り替えて録画して録画して帰ってきて、でこっちでね和田さんやってもらって、これで俺12時じゃんそれ、うん、これでまあ12時10分ぐらいまでや、うん、こちゃこちゃやってて、うん、稲ちゃんと電話してダメだってことで、うん、あ、じゃあこっち配信するわっつって俺12時10分から一人でやるわけあ、見たよ、あの見た見た見た、あのすっごいざっくり 6分割ぐらい編集してくれたやつ、そう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 、俺結構見とって喋、うん、っとったね。そうね、しかもさ、もうミスはするわさ、うん、あのもう体もヘルフヘルになってきたでさ、うん、結構しんどい時だよねそうそう、だってそこから8時間ぐらい喋りっぱなしだからねだってそう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 だよね。それで
俺録画しとる間こっちで始めるんだけど、15分前ぐらい、出番15分ぐらい前にグルメイド隊が来てくれるわけ。うんうんうん。それで入れちゃうの、グルメイド隊を。西山さんもいたよね。これ西山さんもいたから来てくれて、西山さんも入れちゃってやるんだけど、うんうん、画像止まってんの、その時。ああ、椅子の画像しか流れてなくて。ああ、そうなんだ。そう、声は流れてんだけど、ずっとこの空きの4つの椅子がそれ柴田さんが見たやつだあの声は言ってたんだけど、うんうん、キャッキャッキャッキャやってんだけど、うんうん、椅子映像が止まってた。だから今度オープニングと逆。ああの音は撮ってんだけど映像は違うとこから撮っちゃってて、録画してあるなんか変なの撮っちゃって、うんうん、ずっと椅子ちょさ、あれさ、やっぱりあの、うん、常にさ、うん、その誰か座っとってくれんとダメだよね、その切り替えとか。ダメだね、音とか映像も、うんうん、だからそのやっぱいるんだよ、その放送番組もさ、うんうん、AD とか AD とかちゃんとさ、ディレクターとか常に座ってるじゃん。あんなさ掛け持ちでやれるもんじゃないよね。だからそういうミスが実際やってないしね、俺ら。ジェイさんやってくれて、まあ、やってくれた、ね、音の調整とかさ。そうだよね。それでまあ頑張ってやっとって、動いてないっつって俺全部切るわけ。一回全部切って後半の予定とか全部組み直すのそれからの後半ね、翌日まで。あ、全部消して立て直して、それでそっからまたカメラを撮るわけです。あ、時間がずれちゃったから。そう。ああ、おいで、それを俺10分ぐらいでやったわけですよ。おお、できるね。できるね。ほい、うん、でまあ戻ってきてグルメイド隊終わって、うん、なんやかんややっとったら帰ってくるわけです。ああ、ヘロヘロになってくる、ね。ヘロヘロになって帰る。ちょっと酒井さんと、酒井さんも呼んでまた喋ってて、主役、ね。そう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 。うん、そう、俺もう間が持たんと思って。で、酒井さんもさ、何回も動画の話するわけよ。なんかさ、最終的によく分からん話をしとったよね。好きな女優で何の話してんだと思って。もうね、ネタがなくて。俺でもあんな宗谷公園帰ってくるわ、うんうんうん、もう俺らもう意気消沈。もう体力だってその風だったよね、もうね。だって今後はトラブル続きがさ、ヨガ終わってからずっとなんだもん。そうそうそう。ずっとトラブルなんだもん。そうそうそう。